こんにちは、コクエンド工の谷本です。今日はクイさんに作っていただいた、当店オリジナルのスタンダードペンケースプエブロのご紹介です。このペンケースは革職人のクイさんと何ヶ月も打ち合わせを続け、何度も試作をしていただき、この形になりました。外側にはイタリアのタンナー、バダラッシュカルド社のプエブロ内側には SC バッファローを使用したモデルになります。 ご存知のの通り大人気のプエブロは劇的ななイジングを楽しめる川になっていますこのプエボロという川はもともとはミネルバリス塩ョの銀面に傷があったものを有効利用するために生まれた川でリス塩ョの銀面を一旦毛羽立たせてワックスで整えた川になります。そのためにミネルバリス塩ョやミネルバボックス同様に油分が大変多く使い込むうちにどんどん色や表情が変わっていき深い艶が生まれてきます。 内側の SC バッファローは滑らかで落ち着いた色合いの水牛の皮で、SC というのはセミクロームの略字で、単人なめしの経年変化するところとクロームなめしの傷や汚れに強いという特徴を合わせ持ったなめしを施されています。薄い色の皮を内側に使うと黒鉛芯の汚れやインク汚れがついてしまった時に目立ってしまいますので、長くお使いいただけるようにこのような濃いめの色を内装に選びました。 内側の皮もなぜプエブロにしなかったのかと思う方もおられるかもしれませんけども、前述の通りですね、プエブロという皮は大変油分を多く含んでいて、長く基軸が触れているとオイルが移ってシミができてしまう可能性があります。そのためペンが直接触れる部分にはプエブロを使わないように設計をしました。ぐるりと散歩を囲むファスナーは YKK の最高級ファスナーのエクセラを採用しています。 このエクセラーは無視とも呼ばれるエレメント一つ一つに入念な磨きをかけ美しさと滑らかな手触りを追求した高級ファスナーで廉価ななファスナーののような開閉時の引っかかりりを感じることはありません。また使い込んでいくとこのエレメント一つ一つが滑りに順応して研磨されていくのでよりストレスなく開閉できるようになっていきますファスナーのスライダー部分には本体素材と同じプーブロを使用して引き手を持ちやすいようにしています ペンケースを開くと右側がペンを3本と消しゴムを収納するスペースになっています。一番右側のペンホルダーは太いペンでも挿すことができるように設計しています。このツイズビーダイヤモンドなんかでも楽に差し込むことができます。真ん中と左は直径1 3ミ、mm、リ、1 4ミ、mm、リぐらいまでのペンを差し込むことができますけども、真ん中のペンホルダー部分は二重になっていますので、もっと太いペンを挿したい場合には、 少しホールド感低くなりますけども、ペンホルダーの下の部分にペンを差し込んでご利用ください。消しゴムの収納スペース確保のために、巻いた革をしきりに使っていますけども、差し込んでいるペンの芯先保護という役割も果たしています。消しゴムスペースなんですけども、ライオンジム機の30番など大きめのサイズの消しゴムも収納可能です。 もちろん小さい消しゴムにして一緒に鉛筆削りや真剣機を収納してもいいかもしれません左側の部分には直径1 2ミリ程度のペンを刺せるペンホルダーそして定規や細いペンを刺すポケットになっていますこのポケット部分なんですけどもこちらも二重になっていますので用途に応じて使い分けてください定規を刺したり細いペン鉛筆なんかを刺してもいいかもしれませんポケットの下の部分は消しゴムスペースの向かい側になりますけども クリップなんんんんかかをを挟んだり、付箋を差しし込んでいいいてもいいかもしれませんね。右の3本と左の1本のペン収納スペースはペンケースを閉じた時に互い違いになるように設計していますのでクリップやサイズの形状なんかにもよるんですけどもペン同士が当たりにくくなっています。太めのペン4本と定規消しゴムという組み合わせだったり。 太めのペン3本と細いペン鉛筆そして小さめの消しゴム鉛筆削りなんていう組み合わせだったりお好み応じて使い分けていただけたらなと思います。ということで今回はクイさんに作っていただいた当店オリジナルのペンケーススタンダードプエブロをご紹介しましたセンスと技術を併せ持つクイさんの手で生まれた当店オリジナルのペンケースぜひ手にしてみてください今回の動画はこれで終了となります ご覧いただきありがとうございました。